またあったな。おっと、ここでは初めましてだったか。何にせよ、またこの次元に興味を持ってくれたみたいで嬉しいぜ。お前の作る歴史は面白くなるからな。見ろよ、お前が救った次元の記録だぜ。お、忘れちまったのか。無理もねえか、あれから随分経つからな。ま、心配いらねえよ。前の歴史は記録済みだし、じきに思い出すさ。ん？イストワールのやつがお前を呼んでるみたいだな。それじゃ、俺はもう行くぜ。じゃあまたな。プレイヤーさん、プレイヤーさん、プレイヤーさん、ここです、ここ、こっちを向いてください。もう、その様子ではちゃんと話を聞いていませんでしたね。いいですか、もう一度説明しますので、今度はしっかり聞いてくださいね。ここは私たちの世界とプレイヤーさんの世界の一部が混じり合ってできた世界です。クローワールさんの話によると、こういった世界を VR 次元というらしいのですが、まだ分かっていないことが多いようで、それ以上のことは教えていただけませんでした。この部屋は2つの世界の影響を受けているのですが、プレイヤーさんの世界の影響の方が強いみたいなんです。なので私たちはここをプレイヤーさんの部屋ということにして、プレイヤールームと名付けました。このプレイヤールームへはゲートを通して来れるようにしましたが、 VR 次元そのものの座標が不安定なので、定期的に私が調整しに来ますね。それにしても、こうしてプレイヤーさんと直接会えるなんて夢のようです。私たちは昔からプレイヤーさんの存在を信じていましたが、なかなか会える手段が見つからなくて。ですので、少し前までは、プレイしてくれてありがとうのコーナーで、プレイヤーさんへ語りかけてたんですよ。知ってました？話が脱線してしまいましたね。すみません。では、プレイヤールームで行えるコマンドの説明をいたします。まず、こちらのオブジェクトですが、今回プレイヤーさんが解決に導いてくださいました歴史の記録をクロワールさんからいただきましたので、ゲームとしてご用意いたしました。よろしければプレイしてみてくださいね。それから、4カ国の女神たちがここプレイヤールームへ訪問しに来ます。といっても突然訪問してくるわけではありませんよ。こちらのオブジェクトからプレイヤーさんの都合がいいタイミングで迎え入れることができます。ネプテューヌさんたちが何か伝えたそうでしたので、ぜひ会っていただけると私も嬉しいです。以上でプレイヤールームの説明を終わりますが、理解していただけましたか？長々と説明してしまいすみません。ですが、わからないところがあったら私がいつでも説明しますので安心してください。これからは少々騒がしくしてしまうかもしれませんが、よろしくお願いしますね。いつからだろう、この身とこの世界が妄想の渦に飲み込まれてしまったのは、いや、飲み込まれたんじゃない、俺自身が妄想の渦へとこの身を投げ出したんだ。
ても妄想の渦は俺が思う以上に激しく、そして深く俺を飲み込んでいった。どうすれば俺はこの終わりのない妄想の渦から逃れることができるのだろうか。誰か俺に教えてくれ。誰でもいい、俺を救ってくれ。ゲーム業界、そこは4人の守護女神が国を守護する現実とは異なる次元に広がる世界。女神パープルハートの守護する国プラネテューヌ、女神ブラックハートの守護する国ラステーション。女神ホワイトハートの守護する国ルイ、女神グリーンハートの守護する国リーンボックス。かつては犯罪神や太古の国タリの女神といった脅威にさらされたものが、4人の女神たちにより世界の平和は長く保たれていた。しかし守護女神の転換期を迎えることによって、長く続いた4人の女神が守護する時代が今まさに終わろうとしていた。やっぱり暖かい太陽の日差しの下でする昼寝は最高だね。なんか物騒な夢を見た気がしないでもないけど、硬いものがコンクリートの地面に落ちたような音だったけど、確か音はあっちの方からだったよね。ちょっと見てこようかな。そんなわけでやってきました、人気のない路地裏。でもここって昼間でも日陰でちょっと不気味で苦手なんだよね。誰でもいい、俺を、ゼロ次元を助けてくれ。もしもーし、誰かいるの？ねえ返事してってば。おかしいな、確かにこの辺りから聞こえたと思ったんだけど。って、あれ、なんか落ちてる。これはゲーム機だよね。でもどこのメーカーだろう。真っ白なボディに渦巻きマーク。ゲーム機ソムリエの私でも見たことないよ。この辺りには誰もいないみたいだし、笑っちゃ、じゃなくって教会で預かるべきだよね。私の妹でこの国プラネテューヌの女神候補生なんだ。ネプテューヌさん、今までどこを遊び歩いていたんですか。今日という今日は許しませんよ。イズンだ。
小さい妖精みたいなのはイースンことイストワール。プラネテューヌの初代女神様がこの国の歴史を記録するために作った人工生命体で、この国の教祖をしているんだ。黙っていれば可愛いんだけど、口を開けば仕事仕事仕事って、まさに仕事の鬼で、見た目によらず口うるさいのがたまに傷なんだ。いいですか、ネプテューヌさん。何度も言いますが、ゲーム業界は守護女神の転換期の真っ只中なんです。転換期ってなんだっけ。あれだけ説明してたのに。いいですか、もう一度説明するのでよく聞いてくださいね。守護女神の転換期とは、そのままの意味で、人々が今まで守護していた女神ではなく、新しい女神を求めるようになる時期のことです。その背景から、この時期は決まって女神様に対するネガティブな噂やデマなどが出回りやすいんです。現に他の国の女神様たちは専門の対策チームを作って動いているという話です。私は大丈夫だって。なんて言ったって、ありのままの姿が国民には受け入れられてるからね。それにまともに対策チーム作ってるのってノワールぐらいじゃないかな。ベールはネトゲのイベント、ブラウンは新人賞が近いって言ってたし。どうして女神様たちは揃いも揃って危機感が足りないのでしょうか。ちょっと、私までネプテューヌと一緒にしないでよね。あ、ちなみにこの子はノワール、お隣の国ラステーションの守護女神で、友達がいないぼっちなんだ。だからぼっちじゃないって言ってるでしょ。そういうわけだから、ネプギア、このゲーム機に直せるかな。なんか壊れてるっぽいんだよね。直せるかどうかは見てみないとわからないかな。ちょっと調べさせてもらってもいいかな。仕方ありません、今回私が何とかするしかありませんね。誰でもいい、俺たちを助けてくれ。あれ、お姉ちゃん何か聞こえるよ。本当だ。でも一体どこから。多分このゲーム機からじゃないかな。あっ、ちょ、何これ、一体何事。なんで私たち部屋の中で飲み込まれてるの。どうしよう、お姉ちゃん、この渦から抜け出せない。
なんだ、夢か。それじゃあ、ネプギア、おやすみ。だから、夢じゃないよ、お姉ちゃん。いやいやいや、ありえないから。私たち、さっきまで部屋にいたよね。なのになんでいきなりこんなところにいるわけ？わからない。気づいたらここにいて、私たち、どうなっちゃったの？まあ、ここがどこか知らないけど、来ちゃったものはしょうがないよ。街が崩壊してたり、空はなんかひび割れしちゃってるけど、そんなのゲームじゃ日常茶飯事だよ。ゲームではよくあることでも、現実では絶対にないんじゃないかな。まあ、細かいことは置いといて、どこかに人がいるかもしれないし、ちょっと歩いてみようよ。そんなところでくよくよしてるよりも何倍もマシなはずだよ。うん、そうだね。ずっとここにいるよりはいいよね。よーし、じゃあ気合い入れてレッツゴくらいいてもいいと思うんだけど。はーい、誰かいませんか？お姉ちゃん、やっぱりここおかしいよ。道路やビルに走ってる亀裂、ただの亀裂じゃないよ。本当だ、緑色で綺麗だね。ずっと見てると吸い込まれそうになるね。空にも同じ亀裂が入っているし、まるで空間そのものにひびが入っているみたい。それにこの建物の感じとか、なんとなくプラネティウヌの街と似てる気がする。プラネティウヌに世紀末が来たらこんな感じになっちゃうのかも。そんな不吉なこと言わないでよ、お姉ちゃん。でもここには見覚えのあるものが全然ないし、プラネティウヌではないと思う。そうだね、町の中だったら私の庭だし、道がわからないはずないもん。まあ、ここで考えててもしょうがないよ。今はとにかく全身あるのみだよ。ゴーゴー。こういう時のお姉ちゃんの自信はどこから来るんだろう。自信？そんなの、私が主人公だからに決まってるよ。どんな展開になろうとも主人公補正バリバリで切り抜けちゃうんだから。だといいんだけど。ねえ、なんだ、びっくりした。モンスターか。どう、ネプギア、私の主人公補正で地元の人第1号発見だよ。違うよ、お姉ちゃん、どう
見てもお話とかできるような相手じゃないよ。殺意満々だよ。やっぱり。やっと私たち以外の誰かに会えたと思ったんだけどな。けど相手がやる気なら仕方ないよね。ネプギア、女神化して一気にやっつけちゃうよ。うん、刮目せよ。プロセッサユニット装着。しーん、あれ、しかし何も起こらなかった。危ないな、もう。さては変身中の攻撃はご法度だって知らないんだね。モンスターにそんなこと言ってもわからないと思うけど。なんで女神化できないかわからないけど、まずは目の前の敵を何とかしなきゃだよね。行くよ、ネピギア。信仰心だよ。それがゼロって。
絶対ありえないよ。しかもこんな世紀末ヤハーな感じの場所で女神化できないなんて、私たち消毒されちゃうよ。落ち着いてお姉ちゃん。あと今戦ったモンスターだけど、お姉ちゃんは今までに見たことある？このグロテスクなの？初めてだよ。ネプギアは？私も初めて。見たことのない景色に見たことのないモンスター。私たち本当にどこに来ちゃったんだろう。無事に帰れるのかな。イースンさんに連絡をしようにも、エヌギアはずっと圏外で電話もネットもつながらないし。大丈夫だって、ネプギアは心配性なんだから、お姉ちゃんにどーっと任せなさい。日々のデスクワークばかりのお仕事に比べたら、見知らぬ土地の探索くらい余裕だよ。それって単にお姉ちゃんがお仕事嫌いなだけじゃん。いいのいいの、どんな状況でも楽しんだもん勝ちだよ。お姉ちゃん楽しめるかはわからないけど、二人一緒ならきっと大丈夫だよね。そうそう、ネプギアは笑顔の方がいいよ。さあ再出発だよ。